私の名前はエリコ、専業主婦だ。会社員の夫タカシと3歳の娘ケイコと3人暮らしだ。娘のケイコは今年から幼稚園に入園した。今までママ友のいなかった私だが、ケイコの送り迎えで少しずつ他のママたちとも打ち解け始めていた。おはようございます。おはようございます。あ、ケイコちゃんの今日の服すっごく可愛いですね。ありがとうございます。人見知りの私にも積極的に話しかけてくれるこの人は、娘と同じクラスのマミちゃんのママだ。服装もおしゃれだし、性格も明るくて社交的。マミちゃんママは今日も素敵だな。この人と仲良くなれたらな、なんて。こんな地味な私なんかと友達になってくれるわけないか。マミ、行ってらっしゃい。あ、ねえねえ、エリコさん。もしよかったら連絡先交換しない？え、私の名前知って。この前の保護者の集まりの時、名簿で覚えたんだ。あ、私はアケミ。同じクラスだし、仲良くしてね。よろしく。アケミさんと私はその日連絡先を交換した。やったー、初めてのママ友だ、嬉しい。夫の転勤先についてきてからケイコを出産した私は、知らない土地でなかなか友達ができず、一人孤独に育児をしていた。アケミさんは初めてのママ友だった。今週暇な日があったらランチでも行かない？あけみさんからの LINE だ。ついに憧れのママ友とランチ。数日後、ケイコが幼稚園に行っている間にあけみさんとカフェにランチに行った。マミが何回言ってもおもちゃ片付けないからさ、つい私もイライラしちゃって、こらーって。わかる、うちもそうだよ。おもちゃ散らかりすぎてたまに足で踏んじゃうよね。お互い育児の愚痴を吐き出し、笑ったり励まし合ったり、楽しい時間だった。今日は本当にありがとう。すごいストレス発散になったよ。今度さ、エリコさんのお家に遊びに行ってもいい？私も楽しかった。うん、ぜひ遊びに来て。数日後、あけみさんがうちに遊びに来た。そしたらさ、うちの夫が…嘘。ああ、12時だ。そろそろお昼だし、この辺で。全然話足りないよ。あ、そうだ、お昼食べながらもうちょっと話そうよ。何か食べるものない？そういえば昨日の残りのおかずならあったかな。ああ、それでいいよ、ありがとう。ああ、美味しかった、ごちそうさま。エリコさんってお料理上手なんだね。ねえ、明日も暇だったら遊ばない？私、エリコさんのお家気に入っちゃった。明日も？うちで？うん。それからというもの、あけみさんは毎日うちに来るようになった。そして毎回うちのお昼ご飯を食べるまで帰ろうとしないのだった。初めてのママ友との交流は楽しかった。しかし、さすがに毎日うちに来られるというのは精神的に負担だった。なのでさりげなく断ろうとするのだが、ごめんなさい、今日は買い物に行くから無理なの。どこのスーパー？一緒に行きたいな。どこかへ行くというと必ず一緒についてくる。そして用事が終わると、買い物終わったけどまだ幼稚園のお迎えまで時間あるよね、荷物置いたら遊びに行くから、じゃあまた後で。ちょっと。強引に私の家まで来て、12時になると決まって。私、エリコさんの作るお料理大好き。育児で疲れてる私の唯一の癒しなんだ。ご飯を出してくれアピールが始まるのだ。そんなことが毎日続き、私はノイローゼのような状態になってきた。しかし、今までママ友がいなかった私にはどうすればいいのかわからなかった。ママ友付き合いってこんなものなの？でも毎日うちのご飯を食べるなんてちょっとおかしくない？食費が増えて金銭的にも負担が大きいし、どうすれば。疲れてぼーっとしていると、仕事から帰宅したタカシが心配そうに声をかけてきた。エリコ大丈夫？なんだか最近調子が悪そうだけど。そういえばもうすぐ幼稚園の運動会だけど、準備とか大変なの？違うの、実は。私はタカシにあけみさんとのことを相談してみた。そんな人がいるの？っていうか毎日うちに来てたなんて、どうしてもっと早く言わなかったんだよ。だってママ友付き合いってそういうものかと。いくらなんでも毎日人の家でご飯食べるなんて変だろ。運動会の日は俺も行くから、一回ちゃんと話しよう。うん、わかった。
運動会前日の夜、恵子、明日のお弁当どんなおかずがいい？うんだね、恵子、ハンバーグとたくさんウインナー入れてほしい。あとリンゴも。オッケー、じゃあそれ全部入れちゃおう。やった、楽しみ。運動会当日の朝は早起きをして恵子の好物が入ったお弁当を準備した。入園して初めての運動会だからって張り切りすぎたかな。我ながら気合の入った豪華なお弁当だった。恵子の喜ぶ顔が目に浮かぶ。ママおはよう。お弁当作ってるの？恵子もやりたい。いいよ、じゃあこの卵にケチャップでハート描く？うん、やる。出来上がったお弁当を持って私たち家族は幼稚園へと出発した。すると園の近くで明美さんに会った。ああ、えりこさん、おはよう。おはようございます。運動会にはまみちゃんのパパも来ていた。おはよう。おはようございます。ねえねえ、えりこさん、お弁当どんなの作ってきたの？ちょっと見せてよ。え、なんで？こんなところでお弁当出すのは恥ずかしいよ。また後でね。私はそそくさとその場を離れた。あけみさん、なんでいきなりお弁当の話なんかしてきたんだろう。まさか運動会の日までうちのお昼ご飯を狙って？いや、さすがにないか。そんな私の心配をよそに、晴れ晴れとした空の下、運動会がスタートした。かけっこやダンスを頑張る恵子を見て、声援と拍手を送る。恵子、大きくなったね。あんなに上手にダンスが踊れるなんてな。成長した我が子の姿に、たかしも私も感動していた。お昼休憩になり、私たちは家族で集まり、レジャーシートの上にお弁当を広げた。うわー、美味しそう。あ、リンゴがウサギさんだ。かわいい。美味しそう。エリコ、ありがとな。いただきますと言おうとした瞬間、突然明美さん家族が現れた。お疲れ様。お弁当ご一緒してもいいかな？そう言いながら隣にレジャーシートを広げる。そしてうちのお弁当を見た明美さんは目をキラキラと輝かせながら、うわー、すごいね。さすがエリコさん、めっちゃ美味しそう。このおかず分けてもらってもいい？いつものように食べ物を要求してきた。おい、何言ってるんだよ。それは家族のために作ったものなんだから、うちはうちのお弁当食べよ。え？うちはおにぎりしか持ってきてないよ。は？なんでだよ。だっておかずはエリコさんにもらえると思って。エリコさんって料理上手で人に振る舞うのが大好きなんだよ。だから食べてあげた方がエリコさんも嬉しいのよ。え？私そんなこと一言も言ってないよ。いつも断ろうとしても強引に訪ねてくるから本当は嫌だったのに。すみません、実はそのことでちょっとお話が。たかしは明美さんが毎日うちでお昼ご飯を食べていることをまみちゃんパパに説明した。それを聞いたまみちゃんパパは顔を真っ赤にして明美さんを怒鳴りつけた。毎日人様の家でご飯食べさせてもらってるってどういうことだよ。食費は毎月十分渡してあっただろ。あのお金どうしたんだよ。あのお金、バッグとか買ったりしたらちょっと足りなくなっちゃったかな。はぁ、一体いくらのバッグ買ったんだよ。まみちゃんパパの大きな声で周りに人が集まり始めた。すると、実はうちもあけみさんとまみちゃんが幼稚園の帰りによく来るんですけど、二人してうちにあるお菓子を食べ尽くしちゃって、うちにはエステに行くからとか美容院に行くからとか言ってまみちゃんを預けに来るんですが、正直頻度が多すぎて迷惑してるんです。なんと他のママたちからも明美さんに対する不満の声が上がり始めたのだ。いつもお菓子を食べに来るからご主人のお給料が少なくて困ってるのかと思ってました。でも違うんですか？その発言を聞いてますますまみちゃんパパの顔は怒りで赤くなった。明美、お前は金輪際よそのお家への立ち入りを禁止する。もしこの決まりを破ったら離婚だからな。そんな、私はただママ友と助け合っていただけなのに。明美さんは目に涙を浮かべながら訴えたが、お前がしてることは助け合いなんかじゃない。そういうのたかりって言うんだよ。まみちゃんパパに一蹴された。まみちゃんパパは私も含め明美さんにたかられていたママたちと連絡先を交換して、もし今後妻がご迷惑をおかけするようなことがありましたら
僕が対処しますのですぐ連絡してください」と言ってくれた。それからというもの、明美さんのたかり行為は収まり、私にも平和な日々が戻ってきた。助け合いという名のたかりには要注意と思わされる出来事でした。ご視聴ありがとうございました。また見てね。